ですね。よさこい鳴子踊りご覧いただきます。よさこいといえば、はい、土佐の夏の風物詩、はい、今年も8月9日から4日間にわたり第64回よさこい祭りが開催されます。はい、本番では毎年200近いチームがこの土佐に熱気を与えるんですけれども、ね、この春花祭りのステージでは2チームに来ていただきました。イエイ。3チームですね。3チームに来ていただきました。ちょっと得した気分ですね。そうですね、2チームだと思ったら3チームですよ。3チームに来ていただきました。ね、ではまず最初登場していただきましょう。上町よさこい鳴子連の皆さんです。お願いします。来た。かわいい。それでは皆さんお願いします。まだ早い。あ、大丈夫ですか、準備は。ここ大丈夫。手をしっかりこう広げてぶつからないように、はいはい、練習通りの感覚を保ちながら。いや、衣装もいいですね。華やかですね。いいね、かっこいいね。場所がね、こう激しい踊りするからある程度ね、距離を取らないとね。はい、いいね。オッケーです。はい、それでは皆さん準備は大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ではよろしくお願いします。はい、高知春花祭りに、ご来場の皆様、こんにちは。皆様ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。楽しんでますか。これからはよさこいのステージが始まります。トップバッターは高知のお城下から西にあります坂本龍馬先生の生誕地上町からやってまいりました。上町よさこい鳴子連と申します。小学校4年生から中学校3年生までのほとんどが女の子、今日は男の子はね、2人、来てくれております。男の子のかっこいい踊り、また女の子の可愛らしい踊り、ぜひ、ご注目していただきたいと思います。本場高知のよさこい鳴子踊り、ぜひご堪能していただきたいと思います。さあ、踊り子さん、元気いっぱい、笑顔で踊れますか。よさこい好きですか。それじゃあ、踊るぜよ。高知春花祭りに、ご来場のすべての皆様に、こじゃんちかわいい、笑顔いっぱいの愛を込めて、踊りよる。
ご声援くださった全ての皆様にとびっきりの愛を込めて上町せーのアモーレー。はい、どうもありがとうございました。上町よそこになる公演でした。はい、踊り子さん宿題説明会にね、はい、帰りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、元気いっぱい。上町アモーレーですね。アモーレー、はい、上町チッチッチ、はい、覚えちゃいますね。冒頭部分なんですが、こう流行の言葉を並べました。はい、なるほどね。3年度の流行、あの夏の興奮が盛り上がってね、はい、また今年のよさこい祭り、どんなフレーズが